ジャンクゼロ憧れそれは時に真似をする彼女は番組とはいえ剣道小林とデートをしたりこのラジオのことも好きなのかもしれないふと BS 日テレを見て私は驚いた磯山さやかがその BS でやってる番組名とは磯山ランド 剣道小橋の手目横今夜も始まります <music> さあというわけで始まりました剣道小橋の手目横日本全国の皆さんこんばんは剣道小橋でございます皆さん手で目横してるでしょうか手で目横でティッシュで拭き取ってから <laughs> このラジオを聴いていただけると非常に聞きやすいと評判を聞いておりますというわけで今回のてめおこポエムはですねラジオネーム水星帰りの男からいただきましたがいやだからねあのー、先週かな先々週かも言うたけどデートしてないんですよね、まあ、だから TBS を僕は法的に訴えようと思ってるんですけど我々は有吉を訴えるの横に私は TBS を訴えるという DVD 出そうかなと思ってますんでえねまあなんとかしてほしいもんですやらせろと 冷凍ですよね ?TBS には強く言いたい。やらせろとおいやらせろって言いたいですけどね。まあちょっとね、今日僕はちょっとあの、脳波がおかしなことになっておりまして。あのー、そうですね、ちょっと仕事がね、ちょっと止まらない。まあ言うわば、まあ簡単に言うと逆ネゴシックス状態に陥ってるわけですよね。えー、思い返せば、そうですね、おとといの仕事がですね、えー、 夜半、まあ、2時ほどに終わりまして、ちょっとね、その番組も改変期ということもありましてですね、まあメンバーがその数人が卒業するみたいな番組がありまして、じゃあお別れ会だと、2時にね、えー、収録を終えまして、まあもちろん、まあ5時ほどまで飲みに行きましてですね、実は次の日ですね、今ちょっとある映画の撮影に入っておりまして、ちょっと詳しくは言えないんですが、えー、朝6時に、えー、新宿集合ということでね、 で、新宿に6時にシャワーだけ浴びて集合しまして、えー、そのまま、えー、夜の、えー、8時頃までですね、えー、映画の収録、撮影の方が済んでいたところこ雨こう、アメトークがですね、えー、昨晩、入りまして、えーまあ、3時ほどに、えー これがまたね、収録が終わりまして。ま、あいつもはね、打ち上げに行かせてもらうんですけど、さすがに今日はちょっと寝てないんでやめておきますと、えー、雨上がりさんに告げてですね、えー、家路に着いたところ、えー、携帯の着信が入っておりました。これなんだろうと見たところ、実は、S1 グランプリ、S1 バトルか、携帯のね、優勝しちゃいましたと。朝から記者会見です。お願いします、みたいなね、ことがありまして、えー、さっきまで記者会見を、 各社取材をやっておりましてですね。えー、今約48時間ほど寝てない状態。そして今この TBS に、えー、バイクでさっそうと駆けつけようとしたところ、えー、エンジンがかからないというトラブルでですね、キックを200回ほど蹴ってきてですね、右半身だけがすでに筋肉痛に陥っております。<laughs> えー、というわけで今回はですね、えー、今から急遽 RG に電話をしてあいつに喋ってもらおうかなとも思, <laughs> 思ったんですが、負けを取り直して、やりますか、ね。 この後ですね、あのー、ちょうどまたいつものように、このラジオ収録終わりはですね、週末から週明け向けての番組の打ち合わせが入っておりまして、えー、いつものように NHK、c b r d p a そしてフジテレビキャンパスナイト富士、そしてフジテレビ,テレビ目覚まし土曜日メガと続きますんで、えー、明日、土曜日のですね、えー、目覚まし土曜日メガの、えー、私の顔を録画しといてください。<laughs> 爆弾岩みたいな顔になってると思いますんで。<laughs> <laughs> 爆大は状態のね、剣道小林が見れるかもしれないということでね。ぜひ皆さん、録画の方よろしくお願いします。しかもですね、あのー、先ほどの S1 のね、記者会見の後からこのテを横の入り時間までちょっとね、まあ、1時間半ほど空いちゃったんですよ。ほんで一回家帰ったんですけども。あ、そうや、そうか、お別れ会って、そのまま映画入ってあれやったから、 よう考えると二日ナニにしてないと思って二回やっちゃいましてですね。今、ぐらぐらなっております。ぐらぐらの状態でね、バイクのキックを200回蹴ってきたんでね、ほんと今倒れそうな感じなんですが。なんとか、このテメおこだけはですね、やり遂げようと思っております。さあ、この剣道交渉のテメおこでは皆様からのメッセージ、お待ちしております。テメおこメールアドレス、temeoko.tbs.co.jp、テ、e、メ、e、おこアットマーク。 tbs.co.jp まで、ぜひ皆さん、送ってください。それでは、CM の後は、スポーツです。我々はバンテリンの力を欲している。立ち上がれ、国民。肩と腰。肩と腰。肩と腰。ジーク手拍こちょっともう何やってんすか <laughs> っていうか、お前ら何やってんだよ、味方されるんだ あとシルクドソレイユ剣道小林のテメお何やってんすか、ケンコバさん。さて、空手空手が入江くんのね、ジングルになってましたけども。<laughs> なぜかちょっと RG が聞けないのが寂しくもあり、<laughs> えー、これでよかったんだという。<laughs> <laughs> ニュースも飛び込んできてますからね。ハッスルが。プロレス団体ハッスルがですよ。年内の工業中止と。 中傷発表したということでね、えー、いよいよ、えー、我らが、レーザーラも RG 君無職、ということに <laughs> 今ですね、法廷に出席しますと、名前は何ですか ?RG です。本名を言ってください。水淵誠です。職業は無職です。<laughs> っていうね、リアルなイラストで RG が紹介されることになりますんで。 本当に鳩山さん何とかしてください今芸人で無職があふれてます日本をね変えてくださいさあというわけでそんな RG を心配しつつもコーナーの方行ってみましょうか最初のコーナーはこちら現代社会でまことしやかに流れる都市伝説嘘かまことかまことか嘘か現代日本現代芸能界で噂される都市伝説を募集します 信じないか、信じないかは、あなた次第。うまくいけば、本にします。さあ、というわけで、番組開始当初からやっております、この子は、ね、久々ですけども、えー、どうやら本になる気配は、見えません。行きましょう。ラジオネーム、オレンジ。最近、学校に犬が入ってこないのは、 学校に設置してあるレーダーが犬を捕らえて、レーザービームで完全消去してるかららしい。信じないか信じないかはあなた次第。夜剣が減ったからです。<laughs> 一言言わせてもらいますと。<laughs> ずいぶん夜剣が減ったからです。続きまして、えー、堀北真希ちゃんお誕生日おめでとうネーム丸米真二。<laughs> ハリセンボン近藤春菜は声だけ菅野美穂に似てる。 信じないか信じないかはあなた次第。似てるうめし。似てるかなうめし。似てうん。まあ、春菜はね、ああ見えて結構可愛い女ですからね、肌が透き通るように綺麗ですから、正直寝るだけで全然オッケーぐらいの存在なんですよね、僕の中では。だからちょっとあの、ねえ、あの、いろいろやってるじゃないですか。 マイケル・ムーガーじゃねえよとか言うときも、なんか僕だけちょっと乗り切れてないみたいなところある。<laughs> <laughs> 角の卓造じゃねえからって言ってときも、うん、違う違うって俺は思っちゃうんですよ。<laughs> プロ失格もいいとこですけどね。えー、続きまして、ラジオネーム、レモネードガール。現在、世界中の有名 DJ の間では、 あの rg の伝説の髪型がすごい。スクラッチプレイだと噂になってるらしい。信じないか信じないかはあなた次第。いや、あれはほんとすごいですからね。え、何やっけ？リスペクトバーリスペクト？あ、すいません。すいません。マネもできない。マネもできないぐらいの。ちょっと今聞けませんかね？あれ、リスペクトカバー？ ちょっとね、出してくださいあ。じっくり聞きたい。一回文に起こしたいんやけどね、あれ。ねえ。ほんとあれ一回、あのー、誰か文に完全に起こし、完全台本にしてね、送ってきてほしいんですけどね、あれ。あ、できるみたい。じゃあ、お聞きください。これパクリ。パクリとかないですよね。リスペクトカバー。リスペクトカバー。リス、リス、リ リスペクトばっ、<laughs> え、な<何>にリスケ、リス、リスペクトばバか。全然今。シーソー <laughs> す,すごい。すごいですね。もうパクリじゃないですっていうところから噛んでてよく分かんなかったですね。今聞いてやっと分かったっていう。 パクッパクパクパクッじゃないです。リスペクトカバー <laughs>。なんでリスペクトカバーって言われね。リスペクトカバー <laughs>。リスペクトパクて言ったす、すいません、シソーってどういうことやねん、これ <laughs>。何回聞いてもおもろいな、これ <laughs>。ちょっとあの、次なんか機会あればね、え。ー かっこいい単語を RG に延々言ってもらうというコーナーやりましょうか。<laughs> ちょっと噛みそうなね、えー、横文字をいっぱい並べといて、えー。恐ろしい男です。現在無職です。職業は無職です。というね。ジングルも撮ろうかなと思います。<laughs> <laughs> プロレスラーですっていうバージョンも撮ろうかなと思います。<laughs> <laughs> さあ、えー、いラジオネーム、竹内くん。 マイケル・ジャクソンのコンサート映像で、マイケルが登場した瞬間、観客の何人かが失神するのを見たことがあると思うが、実はマイケルはワンピースの、覇王色の覇気を持っているらしい。信じないか信じないかはあなた次第。うん、言われてみれば確かにあの時のマイケル、どこでしたっけねストックホルムかどっかの、じゃあドイツやったかなどっかのコンサートで、下からバーン上がってきてね、4分ぐらいじっとしてるやつあるんですよね。 あ、パターン的には野生爆弾と全く同じ作りなんですけど。野生爆弾がマイケル・ジャクソンをパクったのか、それともマイケル・ジャクソンが野生爆弾をパクったのか、それともどちらかがリスペクトカバーしたのかリリリスペリ、リ、リスペクト、リスペクトパク、リスしたのか。これ、都市伝説の深みが増す話でしたね。 さあ行きましょう。こちら、愛知県。<laughs> 愛知県、加藤。もちろん、カウパー飲み放題のことです。<laughs> 富士の樹海は、自殺の名所で有名であり、遺品が多く見つかるらしい。と同時に、使用済みティッシュとコンドームも多く見つかるらしい。消えていくものと生まれるもの、それが同居する場所。信じないか信じないか、あなた次第。<laughs> お前はとうとう、ラジオネームはおろか、内容までゲスゲスできたか。<laughs> えカウパー飲み放題こと愛知県勝とうよ <laughs> 次お前がこういうことを送ってきた場合は愛知県の何しかまで発表しますさあ行きましょうこれ最後ですラジオネームレモネードガール某国の情報機関に勤めている友人から聞いた話なんですが いじりー岡田さんの高速ベロから生まれるエネルギーを温暖化対策に活用することができないかと、エコロジー先進国である北欧諸国が研究に乗り出しているらしい。信じないか信じないかはあなた次第。あれ、あの、本当にいじりーさんの高速ベロね、僕も練習してみたんですけど、できないですからね、あれ。うん。それどころか、あの、一応あの、自分家にあるね、まあ、クッションで、 練習してみたところ、クッションが僕のベロの水分全部受け取ってですね、風邪ひいてしまいましたから、その後。喉からからなって。なかなか難しい。やっぱいじりさんすごいなという。本物はやっぱ違うなというね、シェアしていただきました。さあ、それではですね、続いてのコーナーは、こちらですセイラーマスのコーナーおかしいな、セイラーマスのコーナーやらないと言ったんですけどね。<laughs> やらないと言ったはずなのに大量に怒られてきてしまいました。もう、こうなったらやるしかないかなと。まあ、そもそもこのコーナーどういうところから生まれたかと申しますとね、えー、ガンダムを見ていたら、カイシレンがですね、あんた確か、セーラさんとかいたな、っていう一言で、そんな不良を見たとこち受け方やめなさいっていうね、言いがかりに近い切れ方をした、というの。から、セーラさんがいろんなものに文句をつけてくるあれ、どっかで聞いたようなコーナーやな、みたいな。<laughs> 感じなんですけど、行ってみましょう。ラジオネーム、レモネードガール、ーセイラマスさんがカラオケで工藤静香の無言色っぽいし下り顔で歌っている男に、それでも男ですかなんちゃものとビンタを食らわせていました。確かにあのー、あれ、ね、カラオケ行って、こういう女性の歌歌うのはどうかなと思うんですよね。 女の情念渦巻くような。まあ、僕も多少そういう系はあるんですけどね。カラオケーってったい愛子の、キラキラを歌ってしまうところがあるんですけども。<laughs> ちょっと伴奏が緩くなって僕が、遠い、遠いって言ったところでみんなが酒飲み出すっていうね。完全に白けさしてるな、これは、っていうのはあるんですけども。あんまりやめてとかいいかもしんないですね。さあ行きましょう。続きまして、ラジオネーム、ニシンとサバだらけの水泳大会。シー <laughs> ドラゴンボールを読んでいたセーラマスさんがヤムチャを見て、今度軟弱者と怒りのあまりジャンプを真っ二つに引きちぎってました。<laughs> こういうとこで怒るんですかね、セーラさん。もっと立ち向かわないもの背を背けるものに対して軟弱者と言うんですけど、セーラさん。物理的に弱いヤムチャに言ったらちょっと、<laughs> ヤムチャね、ちょっと物理的に弱いん。だってそこにはセーラさん言うのかな。 ハヤと小林とかに現に叱責してませんからね。セイラさんは。だいたいカイシデンがこうね。<laughs> でもセイラさんはね、個人的にカイシデン、集中,中攻撃なんですよね。やっぱ、アムロがね、乗らへんみたいな時、あなたならやれるわ、みたいなことを言うんですよ。セイラさん。優しくね。でもカイシデンの時は、それでも男ですかこれ何んちゃっていう。生理的にダメなんですよね、多分。セイラさん。 さあ、行きましょう。ラジオネーム、レモネードガール。ーセイラさんがトイレを借りたいと私の部屋にやってきました。用を足してトイレから出たセイラさんに、あなたのウォシュレット、最弱の設定になってるじゃないそれでも男ですか、軟弱者と言われて、思いっきりビンタされました。<laughs> こんなクレイジーガールでしたっけ、セイラさん。トイレ借りに来たんでしょ <laughs> えま、あ 大君家のね、あの血筋、乱暴あるから姫様と言われてるセーラが人のトイレ借りるとはにわかには信じがたい話ですけどね。さあ、行きましょう。ラジオネーム、荒井智也。ーセーラーマスガーてめえおこさん前田中名さんや松高子さんなど、実在の人物からの苦情を恐れるあまり、今度は架空の人物である私にターゲットを切り替えたのですね。この軟弱者と言ってました。<laughs> これは確かにね、セーラさんが怒るパターンです。背を背けつつあるということですからね。さあ、これ最後です。行きましょう。ラジオネーム、レモネードガール。カラテカの入江さんが、金髪の外国人女性をナンパすると、それでも男ですかなんちゃもと言われ、ビンタを食らってました。セーラさんでした。それでもなお食らいついていく入江に対して、 そんなキャバクラのスカウトマンみたいな喋り方をやめなさいと言い放ち、セイラさんは立ち去っていきました。イレイさんはセイラさんが立ち去ると、持っているナンパ記録ノートに、セイラ、金髪、ナンパ、失敗と書き込んでいました。<laughs> <laughs> いや、これはセイラさん確かにこの行動をそのまま取るでしょうね。うん、そんなキャバクラのスカウトマンみたいな喋り方をやめなさいっていう ヒーを使ってね、喋るとは結構ね、あの、ウィットに飛んだ人ですよね、<laughs> セイラさん。やっぱ、り両家の出ということがあって。さあ、新コーナー始まりましたけど、果たして続くんでしょうか一旦、CM の方、聞いてください。生いきなり連絡が取れなくなって。うん。しし

どうせあいつ、親の七光でしょと、セブンティーンの読者モデルが言うと、松さんが、おい、そこのからグローブをはめて舞台上がってこいや。と、ドスの聞いた声で呼びかけました。素人ボコボコにした後、松さんは、リゲンの世界、舐めたらあかんよ。剣道小林の、てめおこ。さあ、というわけでね、え新コーナー、セイラーラ・マスのコーナーがありましたけども、なんと、続きましても、新コーナーです。こちらのコーナー、 空手帰りへの何やってんすかのコーナーです。なんか俺が体験してきたらコーナーなんのかそれはもう。俺が被弾したことは体験にな、もうコーナーになってしまうんですね。さあ、このコーナーも作りがですね、どこぞのコーナーと似てるような気がしますけども。行ってみましょう。ラジオネーム、なかなかうーちゃん。 道端に生えている数々の野草を食べずにスルーしていくプライベートでの岡本信人を見て空手が入れが何やってんすかん、信人さんと怒鳴ってました。岡本信人さんね、野草マニアなんですよね、確か。食べれる野草、食べれない野草を一人で調べてるという、聞いたことありますよ。<laughs> 一言岡本信人さんに言いたい、何やってんすかじゃなく、なんでなんですかなん <laughs> でなんですか、岡本信人さんと。 まあ、趣味ですからね。なんか、い、先週ぐらいね、ちょうどトースポにね、その記事も載ってたんですよね。なんか、その時、ほんまにあの、公園清掃員みたいな格好をして、東京練り歩いてましたからね。<laughs> 本当は誰にも教えたくないんだけどね、この交差点っていうコメントで。<laughs> 岡本直人太さんのポリシーとして、公園に生えている野草は、公共のものなので食べないらしいです。本当に行動、いわゆる一般道の、 電柱とか、標識の下から、アスファルト割、割れて、生えてきてるようなやつは、みんな公共のものだから食べていいというポリシーがあるらしいです。でも食べたら危険、死ぬような野草もあるんで、素人はやめとけよっていうね、かっこいいメッセージも載ってました。<laughs> 何やってんすか、岡本さん <laughs> さあ、続いて行きましょう。えー、ラジオネーム、ニシンとサバだらけの水泳大会。 ドラクエのマイキャラが僧侶の女じゃない上に危ない水着を装備してないケンコバさん何やってんすか <laughs> これお前、前田中名がぶった切るの文脈一緒やないかこれ。文脈一緒やないのこれ。<laughs> <laughs> ラジオネーム丸米慎治。 合コンで気に入った女の子とメアド効果ができなかったケンコバさんを見るに見かねたイリエさんが、何やってんすか帰り道を尾行していけばメアドどころか住所だって分かっちゃいますよ。あ、じゃあ俺が代わりに尾行していきますねと夜の街に消えていきました。頼りになる後輩ですね、と。まあ、実際これに近い体験があったから生まれたコーナーなんですけども。いやでもなんかね、最近ちょっとテレビとかでも発表されてね、 本当にあの世間的に見直してる人がいると思うんですけど、イリエ君ね、あの、ナンパで電話番号とかアドレスを聞くたびに、なんかあの、ワクチンをアフリカの方に送ってるらしいんですよね。今なんか簡単に携帯電話で一口送れるみたいな、100円ぐらいで、それをやってるんですよ。自分にいいことあったんだから、世の中に不幸な人がいたらかわいそうだという発想で、 人知れずワクチンを送っていったってことがつい最近発覚したんです。まさに、あいつ神か悪魔か。神に近いんですね、どっちかといえば。スタンス的には。ただま渋谷のセンター街を歩くときは、携帯の赤外線送信をオンにしたまま歩くと、誰かが偶然キャッチするかもしれないという。はる <laughs> か前から、我々の知るはるか前からすれ違い通信してたんです、あいつは。 それに対しては、さすが中米さんもつまんないとは言わないと思いますよ。アドレスをね、送りつけるわけですから。さあ行きましょう。ラジオネーム、丸米慎治。街中でマジックミラー号、マジックミラー号っぽいトラックを見つけた入江さんが、ちょっと、中で何やってんすかと叫びながら車体をガンガン叩いてました。<laughs> まあ、入江くんならね、すぐ分かってくれると思います。これは声かけないでいようというのはね。 えー、ラジオネーム、れっきとした黒歴史。けんこまさん、松2000の番号をゲットしましたよ。隣にいたルネッサンスの彫刻みたいな顔の男いたじゃないですか。あのおっさんの娘だっていうんで、紹介してもらいましたよ。怖いもの知らずですね。<laughs> まさかの孔志郎さんのルネッサンスの彫刻みたいな顔の男。怖いもの知らずですね。 え、ラジオネーム、なかなかうーちゃん。カラテカ入江が、陸上のタメスエ選手を見て、何やってんすか、ためと言ってました。ま、あでもほんま、この辺の人とね、平気で仲良くなれるタイプの人ですからね、入江くんは。ラジオネーム、バンバンビグロ。弾幕薄いよ何やってんすかさげ <laughs> かな 左言のことを言ってるんですかねこれは。<laughs> えー、ラジオネーム非常識コックさん、やべ太郎のコーナー。<laughs> いや、入江のコーナーですよ、これ。しかも入江のコーナーもしっかり募集したわけではないんですけどね。やべ太郎のコーナーに来ちゃってます。<laughs> あれだけ拒んでいた楽天の名誉監督になっちゃう野村監督って何なんすかと右手を強く握りしめていました。<laughs> いや、俺、矢部太郎が、その、ノムさんのことについて、感情をあらわにしてるの見たことないけどね。そうなのかな。えー、またまたこちら、非常識国産、んベタ太郎のコーナーに送ってきています。有吉 <laughs> さんの真似をして毒を吐くムーディーを見て一言。ムーディー勝山を勘違いさせる有吉さんって何なんすかえ、こういう風に人のこと言わない人ですよ、矢部太郎は。ずっと楽屋でもボソボソ喋ってるだけです。<laughs> さあ。 というわけでね、新コーナー二つありましたけども、二つとの、この二つのコーナーも似ていれば、それぞれが似ているコーナーもあると。<laughs> セーラーマスのコーナーなんてね、ほんとネゴシックスの、<laughs> お前プライド高すぎんだよと作り一緒ですし。<laughs> 空手家入りへのコーナーなんか文脈が、前田チームがぶった切るって一緒ですからね。続けていっていいのかというのを、ちょっと悩んでますけども。 ちょっとね、一旦 CM の方、聞いてください。神や。連れてこい、わしのとこに。ええから出てこい、一回。お話ししましょう。神。出てこい話ししよう話ししようジーく、手をこう。 ハタレハタバタン、ハタレハタバタン、ハタレハタバタン、ハタレハタバタタイガー・ジェット・マツ、TJ ・マツですね、これ。ジーク、テベオコ今のジングル一体何のコーナー、ま、マツさんのコーナーやったんですけど、内容全く覚えてないです。何があったんでしょうか。さあ、というわけで、最近人気の、このコーナーの方、行ってみましょうか。続いてのコーナーはこちら前田中明かぶった切る 最後の侍、芸能リポーター前田中明ドラクエ9のすれ違い通信の説明を聞いてメールできないのそんなのつまんないつまんないと一刀両断何者をも恐れない剣豪ぶりを発揮しあの年代の人たち特有の発想で今夜も現代日本を切りまくるさあというわけで前田中明がぶった切ってくれています早速行きましょうこちら神奈川県織広 この間、坂本隆一のコンサート行ったんだけどさ、ずーっとイントロばっかりで全然歌が始まらないんだよね。なんだよつまんないつまんないこういう、こういう発言をね、細野春臣さんの前とかでしてしまいそうで怖いですけども。<laughs> <laughs> 高橋幸宏さんとから、ね。あと、久石嬢さんに向かってこういうの言いそうで怖いですけどね。この間坂本隆一行ったんだけどさ、歌わないんだよ、やつ。 だいつまんない。<laughs> コンサートといえば歌が聴けるものというね、認識があるのかもしれないですけど。行きましょう。ラジオネーム、レモネードガール。前田中名さんがエンタの神様を見てぶった切っていました。あれチャゲアスカって無期限で活動休止になったんじゃなかったっけどうして二人でテレビに出たアカペラで歌ってるのえチャゲアスカじゃない ドブロック、道理で歌詞が下品だと思ったよつまんないつまんない芸人のネタに向かってつまんないつまんないって言ったさすがにダメでしょ、中名さん。<laughs> <laughs> しかも完全なる非弾ですからね、これは。ドブロックが。さあ、えー、こちら。ラジオネーム、サダキチ作家志望。<laughs> 銭湯の男湯に行ったら潜っていた前中が、 はあはあはあ、なんだよ潜ったら中でオイトと繋がってて自由に行き来できるんじゃねえのかよつまんないつまんないと言っていました。こんなやるっきゃないとみたいな風呂どこにあんのよ <laughs> やるっきゃないとの誠剛介が、ね、発見するような風呂屋がどこにあると言うんですかさあどんどん行きましょうか。ラジオネーム、トヨタパクリコ。俺は勉強できないからこの前から真剣ゼミ始めたんだ。 一日15分勉強してたら確かに算数で100点取れたよ。でも真剣ゼミの漫画にあったみたいにサッカー部のキャプテンにはなれないし、女の子に告白されることもなかったよ。なんだよ、それ。つまんない、つまんない真剣ゼミの、確かに漫画そういうの見たことありますね。テストで100点だった後、サッカー部キャプテンになって女の子にもてもてっていう。<laughs> あれ気づかんやつおんのか子供で。こんなことはないっていうの。 すべて、一つの歯車ですべてがうまく回るっていうね。そんな、も世の中そんなことやないやろというのはもう小学校一年生で分かってそうなもんですけどね。えー、ラジオネーム、ラモス・ルイ13世。前中。今からしりとりしようか。デーブ。いいですよ。前中。つまんないの、いいからスタートだぞ。デーブ。い、い、い、いちご。前中。 ゴーか、えっ、ー、と、ゴリラ、デーブ、えー、ラッパ、前中、パ、えー、パンツ、デーブ、つくし、前中、塩、デーブ、お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 にぎり、前中、はおときてなんでおずらってこねえんだよつまんないつまんないいろんな人に迷惑かけるパターンですけどね。<laughs> ラジオネームクソまみれの栄光。白菜、椎茸、ニンジン、季節のお野菜つまんない。<laughs> そんなわけないでしょ。前中さん、きっと野菜は好きですよ。季節のお野菜つまんないって言った後ちっちゃい女の子が、美味しいねって言ったら、さすがに罪の意識あるでしょ。 えー、ラジオネーム、レモネードガール。前田中名さんが東京ビッグサイトで開催されている展示会イベントに訪れていました。なんだよ、コンパニオンがいっぱいいるっていうからわざわざ来てやったのに、こいつら企業ブースの商品紹介ばっかりしやがって、お酒をついでくれたり、野球券で遊んだりしてくれたり、してくれないじゃんいつも旅館で泊まるときに来るコンパニオンはもっとツヤっぽいサービスしてくれるぞつまんないつまんない あそういえば、この間、ロケでね、あれ、どこか行ったっけイカホ温泉行ったんですけどね、全然あの、僕はレポーターというか、裏レポーターみたいな,なんで行ったんでね、某ドッキリ番組の、温泉に浸かることもなく、舌包みをねあの、料理に打つこともなかったんですけども、あの、そのね、ロケで使わせてもらった旅館の1階にカラオケスペースあるんですけど、おじいちゃんがね、20人ぐらいで旅行来てて、そこにコンパニオン呼んでましたよ。4人ぐらい。 かなりね、上玉のナオンでしたからね。これちょっと興味あるな思って、今度大輔さんとね、行こうかって言ってるんですけど、そのことを話して。また温泉コンパニオンレポートね、このラジオでできることをちょっと楽しみにしててくださいね。どんどんね、僕も遊びがおじさんの方になってきてますけど、<laughs> そんなことしてる芸人おるコンパニオン遊びする芸人。 ちょっとね、一回、ちょっとそういう面でも含めて面白いなと思ってね、やってこようかなと思ってね、こうご期待してください。え行、ー、きましょう。ラジオネーム、丸米新治。<laughs> タモリクラブのオープニングをテレビに被りつくようにしていて見ていた中ュさんが、おいいつになったら脱ぐんだよあ、CM 行きやかったなんだよつまんないつまんないと言いながら、しょんぼりしちゃった息子をしまってました。<laughs> マジで怒られるぞ、これ。<laughs> これマジで怒られる。 へえ、<laughs> ラジオネーム、トヨタパクリコ。<laughs> この前、ツタヤで前田中名さん見ました。なんだよ、このパイパニックって作品、俺が見たいのはタイタニックだったのに、あーあ、つまんないつまんないと言いながら、延滞料金2010円払ってました。<laughs> 何日延滞したんねこれ。パイパニック目当てでしたか、中名さんも。ね、さあ、 中名ちょっとねあのギスギスしたコーナーがちょっと続いてるんじゃないかということでこちらのコーナー行ってみましょうかこちらのコーナー朝くない話聞けば人生の見方がちょっと変わるかもしれない聞いたところでふーんとしかならないそんな浅くてよくない話を送ってくださいさあというわけでこちらも久々かもしれません朝よくない話行ってみましょう ラジオネーム、オレンジ。友人が、こんないい曲の多い CD は初めてだ。痺れたよ。と言っていたので、どんな CD と聞いたら、昔流行った人気の洋楽が入っている MAX でした。朝良くない、朝良くない、朝良くない。こういうのね、一時 異常に売れてるという話聞きましたけどね。そういう80年代、70年代、90年代で名曲を集めた CD。確かに、あのー、そういうの、ね。買ったらお得なんでしょうけどね。ミュージシャンの気持ちを考えるととてもじゃないけど買えないですけどね。まあ、AV はオムニバス買いますけど。でも AV もね、オムニバス買ってみたらね、意外とこれ、うーん、良かったのかな、これっていう気持ちになるんですよね。不思議なもんで。 やっぱりもう単品、単品単品で見ていくのはいいのかもしれないですよ。まあ、今の朝良くない意見ですけども。ラジオネーム、秘密の裏ももげ。僕がまだ小学生の時、消しゴムをわざと遠くに落とし、カンニングしまくってました。朝良くない、朝良くない、朝良くない。こういうことを、やっぱズケズケできるやつがね、羨ましいですよね。その、やっぱり、 あ、この落とした消しゴムが女子のあいつのとこ行ってしまったらどうしようという恐怖で俺なんかそんなできなかったんですけどね。小林がパンツ見たっていう噂になったら俺明日から学校来られへんみたいな。そういう心配が小学校の時は多少ありましたけどね。もう高学年になったらなかったですけど。あ、俺がこうやって女のパンツを見ることで男に人気が出るんだっていうことを知ってしまいましたから。デビルマンみたいなもんですよ。 この温かい心を知った今ではもう帰れないみたいな。<laughs> この安らぎの心みたいな感じですよ。<laughs> あ、こうやったら男の間で人気出んねやってことね。知ってしまったんです。えー、行きましょう。<laughs> ラジオネーム、全立戦てんの <laughs> ちなみにこいつは、カウパ飲み放題が、ラジオネーム変えてきてます。<laughs> 個人情報のため取り扱い現金。いや、マジで。バイ・カウパー飲み放題って書いてます。で、変えたラジオネームが全立戦士天皇です。<laughs> こいつアホやな、ほんま。<laughs> ATM でお金を下ろそうと待っていたら、僕の先に下ろしていたおばさんが暗証番号を忘れて、2回間違えて最後の1回になってました。そして悩んだおばさんが、思い出したと言って、最後の1回を入力したら、間違ってカードがロックされました。 朝よくなーい、朝よくない。あれ、a ィムね、そう、確かその、セットしたカードを使わせないようになんか、何回かで6個かかっちゃうんですよね、あれ。いや、俺もね、何個か、世の中って何個か暗証番号あるでしょ。自分の持ってるもので。それをね、なぜか2種類ぐらい用意してて、俺。何個かを2種類にしてて、どっちがどっちやったっけでよく間違えるんですよね。あれはちょっと、 最初から統一しといたらよかったなと思うんですけど、銀行のやつは確かね、あの、毎、まあ、回変えようと思ったら変えれるシステムになってますよね、今、ATM のやつは。またそれで変えたら混乱招くなと思ってね、とりあえず置いて、俺もたまに間違いながらやってるんですけども。さあ、行きましょう。ペンネーム、島福。先日、母親から来たメールに対して、分かった、了解ですという返信をしようと思ったんですが、ちゃんと打つのが面倒だったので、結局、分か、分かったと。 結局若田と小さい「つ」を打たずに書いて返信しましたすると後日母から「若田さんちの長男か!」というツッコミが返ってきました「朝よくない朝よくない朝よくない」ない <laughs> うん、母親がねちょっとお笑いに乗ってきたら一番嫌でしょうまあこっちはお笑いのつもりじゃなかったんですがそれがまたダメージをね深くしてるというか 俺もね、あのー、うちの母親もね、全くそのボケとかそういうのするタイプじゃなかったんですよ。ただね、一回だけ俺の前で明確にボケたことがありまして、あのー、正月にね、実家帰った時に、ちょうどあのー、あれ、そうか、マサトだったかなマサト対須藤元気が、K1 で試合した時だったかな それか、キッドと須藤元気が総合でやった時だけ。確か、マサトとね、須藤元気やったと思うんですけども。まあ、イケメン二人が戦うみたいな煽りもね、もちろんあったんですよ、その時。で、あのー、正月実家かたら、あんた見たか年末の書くとあんた好きやから見てるやろみたいな。見たよあの人めちゃめちゃかっこいいな、須藤元気。みたいなかっこいいな。まあ、おかんとあんまりね、そんな話したくないから、流してたんですよ。<laughs> うんまあまあ、かっこいいな。かっこいい言われてるよ、世間でも。そんなことよ。早くゾウに入れてくれ。おわかった。って言ってね。ゾウにをね、向こうでね、こちょこちょ作って、ほんで、扉をね、ガラッと開けたときに、片手で、ゾウにのお椀を持ってね、もう片手を半身に構えてね、腕振り回しながら入ってくるっていう須藤元気のね、入場のやり方やったとき本当にあんな、まあこんなこと言うたら絶対良くないんですけど、殺してやろうかなと思いましたけど。 いただきましょうえー、ラジオネーム東三条よしえてめおこメイトの皆さんこんにちはここによく投稿している新井智也さんいてますよねこの間僕のクラスメイトの男子が女子にてめおこの話をしていたんですが「てめおこってラジオ番組知ってる水曜日の深夜にやってるんだけどめっちゃ面白いから見て俺は新井智也ってラジオネームで投稿してるから」と言ってました 根拠はありませんが、奴は絶対、新井智也ではありません。本名は栗山です。朝良くない。朝くない。p s この間、オレンジとも名乗っていました。ケンコバさん、奴の懲らしめ方を教えてください。これは卑怯ですね。かなり卑怯なや奴が現れましたね。実際、新井智也ね、俺会ったことあるんですよ、実は。あの、北海道やったんちゃうかな、新井智也、確か。北海道にライブで行った時にね。ね、住所北海道ですよね。 イ井智也ですって言うたやつがおったんですよ。結構ね、わりかし、なんて言うたらいいんかな。まあまあ普通というか、彼女とかいそうな感じの、ちょっとおしゃれさんでしたよ。荒井智也。で、これ東京都ですからね。こいつは確かに偽物です。本名栗山。かなりのちくりですね、これ。PS、この間オレンジとも名乗っていました。<laughs> なんでこんなバレそうなこと言うね、こいつ。えー、行きましょう。 ラジオネーム、なかなかうーちゃん。先日、高速のパーキングエリアで、飲み物が出来上がるまでの間に、吉本芸人がモニターの中でギャグを披露するという、吉本自販機を見かけました。ああ、これなんか聞いたことあるな、あるって。僕が見た時は、50歳くらいのお母さんと5歳くらいの可愛い女の子が飲み物を買っていました。モニターに映し出された芸人は、あの村上正二およそ15秒間、 長寿に言のギャグを見終えた二人のリアクションは、お母さんは拍手、女の子は、口を開けたまま微動だにしないというものでした。朝よくない、あよくない、あよくない。あのね、ちっちゃい女の子、昨日そ思い出した、ちょっと事件があってね。映画の撮影がね、ちょっと山梨県の方行ってたんですよ。で、山梨県もかなりあの、まあ、あ閑散としたところで、ポツ,ポツ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 と人がね、歩いてるぐらいのところで、 6歳ぐらいの女の子がね、現場ずっと見に来てるんですよね。ほんで、昼休みみたいな時に、ちょっと外に飯食いに行こうか。なんかあるかな弁当も味気ないしって言って行ったら、その女の子が、あの、私んちうどん屋やってるんで来てくださいって言うんですよね。あ、それ行く行く俺うどん好きやからっ言ってね。行ったら、まあ、店の方が営業が終わってたんですよ、もう。すみません、昼の2時までしかやってないんです。って言ったら、あ、ほんまですかあわかりました、すみません。無理やりその、え、いいです、いいです、ってね。 で、現場戻って弁当交からまた、その女の子ね、またずっとついてくるんですよ。自分の家なのに。送ってくるとか言ってね。で、その女の子がね、僕のことギュッとね、急に抱きしめてね、6歳ぐらいの女の子ですよ。6歳か7歳ぐらいの。帰らんといて。<laughs> えて帰らんといて。ずっとここにいてっていうね。なんか女の子ね、何らかで刺激してしまったのかな、僕は あ、これ俺が乗り込んやったらもう半沢犯してるなぐらいの接近の仕様でね。いやいや、おっちゃんな、あの、仕事で東京戻らなあかんねん。言ったら、えらい泣き出してですね。わん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 あや、ごめんごめんごめん。ちょっと仕事やから行ってくるわ。と言ってね。で、もう暗くなってからその現場帰ろうとして、そのロケバス的なものにね、乗り込もうとして、その女の子まだ見ててね、結構暗なってんのに。ただただと走ってきて、まだ僕にひしっと抱きついて。 みんなに内緒でアドレス交換してくださいって言うんですよ。<laughs> えと思ってこれが正直19ぐらい、19、20歳ぐらいの女だったら俺手出してるなっていうようなね。まあ、あの子がね、美人に育ってほしいもんですけどね、ただ僕のこと覚えてくれてるのかどうか、<laughs> パッと見たところ美人に育ちそうにない感じやったんですよね、これが。<laughs> ま、女の子は劇的に変化することありますんで。もし、 だから15年後ぐらいですかね。僕が、えー、だから30歳年下の女の子と電撃結婚とかいうことだったからね。多分その子やと思ってください。まあもちろんアドレス交換してませんからね。これだけは言っときますけど。これだけは言っときます。アドレスもちろん交換してない、いやいやお茶な、あの、携帯持ってへんねんって。変な嘘ついて。<laughs> 何やってやろな、何が刺激されてんの、あの子の中で。 不思議な子やったなぁ。帰らんとってーってバス追っかけてきましたからね、ほんで。俺の何が良かったんそれっていう。<laughs> ほんでね、中学生の女の子とかも見に来てて、これ何撮ってるんですかみたいな言うて。で、も俺がね、まぁ、あ、ちょっとまだ発表したあかん話やったんで、ああ、今な、あの、水島博ロとな、大栗俊来てんねん。って、適当 <laughs> に言うたら、ギャーって言い出して大騒ぎになってね、<laughs> 撮影止まるっていうアクセントまで起こしてる。<laughs> 監督に謝りま、倒しましたけど、すいません、俺がちょっと変なこと言っちゃいました。<laughs> <laughs> 見てます東京トックス <laughs> って言ってましたそうなんですよね。まあ、でもそれが普通の女の子やと思うんですそんな間もずっとね、その6歳ぐらいの女の子、俺にひしっとね、足に抱きついてるんです。水島ヒロと、小栗死にもなびかないあの女の子、一体何やったんでしょうか。<laughs> ねえ。まあ、あんまり美人になるような感じではなかったということは付け加えておきます。 え、行きましょう。ラジオの、ね、えー、えー、島福。先日、友人と山へ登った時の話です。その山には落ちたら確実に死んでしまいそうなほど高いところにかかる吊り橋がありました。僕らが怖いながらも渡りきり安心していると、後ろにはお年寄りのハイキング集団が渡り始めようとしてました。その吊り橋は5人以上同時に渡らないでくださいと書いてあり、一方、お年寄り集団は10人はいる様子でした。 僕はなんだか悪い予感がしたので彼らの様子を観察していたんです「5人までだってよあんまり乗っちゃダメなのよ」と先頭のおばさんが叫んでいたんですが後ろの人はゾロゾロと「高いわねえんだ」などと言いながら歩み続け結局全員乗ってしまったんですキシムの橋にさすがに危険を感じ僕はもはや緊張で「危ない!」と叫ぶこともできなかったんです限界を超えた橋をハラハラしながら眺めることしかできなかったんですがおばあさんたちは幸運にも無事渡りきることができたんです 何か起こることを期待し、渡り出す前に注意することを起こったら自分が嫌いになりました。ごめんなさい、健ンさん。朝良くない、朝良くない、朝良くない。どこが朝良くない話やね、これ。<laughs> ものすごいお前、なんか、芥川龍之介のショート小説みたいな話やね、これ。<laughs> 夏目漱石が若かりし頃に書いた怖い小説みたいな感じやねのこれ。これは恐ろしいね。いや、これはほんまに、 ま、あ無事で良かったとしか言いようがないですけどね。<laughs> あ、もうこんな時間ですか。ちょっとね、読みたいやつもあったんですが、また次の機会に読みましょうか。ね。さあ、というわけで、ここらで一曲聴いてもらいましょう。スキップカウズで、俺。<笑><笑>剣道小林のっ、うっ。生きてるいきなり連絡が取れなくなって。うん。 聞いたらその今今んで獅子獅子いきなりあの連絡が取れなくなって獅子あっ獅子です獅子ですラの獅子ライオンです何やねんお前シソーさあというわけであっという間にエンディングの時間がやってまいりましたさあというわけでね今回の てめおトップオリジナルステッカーを贈呈しようということで今回のテメオコトップ賞はですね空手会入りの何やってんすかのコーナーに送ってきたバンバンビクロの弾幕薄いを何やってんすかに決定しましたステッカーをプレゼンしますさあというわけでね新たにコーナーも増えましてコーナー数が我々も把握できないほどになってるんです <laughs> 投稿がね、少なければフェードアウトしていくんですけど、そ,それぞれそこそこ来るという事態に陥っておりましてですね。まあ、あの、面白いもん来た順からやっていこうかということになっております。さあ、すべてのコーナー宛先はこちらにお願いします。てめおこメールアドレス、e e、temeoko.tbs.co.jp。てめおこ .tbs.co.jp。そして、剣道小林のてめおこは、ポッドキャストもやってます。パソコンお持ちの方は、ぜひチェックしてください。ダウンロードするには、 ポッドキャスト954か iTunes ミュージックスタ r にアクセス。ポッドキャスト954か iTunes ミュージックスタ r にアクセスしてください。それでは来週も、ケントクマシのてめえは俺を怒らせたでお会いしましょう。この後は、ネコシックスのシカゴマンゴだオラーでお楽しみください。さよなら。